もう狂ったように舐めるんですよ、うん、舐めが止まらなくて、一回病院行ったら塗り薬とステロイドを処方してもらったんですけど、なんか治らなくって、で見た手ではあんまりもう乾燥してないのかなっていう。これ陰部に塗ってって言われたんですよね。そうなんですよね。はいはい。じゃあちょっと陰部を出してもらいます。じゃあちょっと見させてもらうね。メイコさんだね。結構ずぶとい。うん。胸もお腹も音は問題ないですね。陰部がまだちょっと腫れてるんですよ。ああ、やっぱりそうですよね。やばいね。その前回の時はそのカサカサって言われて、確かにカサカサしてたんですよね。でそれは治ってきたけど、まだ舐めが全然、あと足とかも結構噛んでるので、後ろ足をね狂ったようにこうかいてる、かゆいのが分かんないけど、舐めたり噛んだりしてる。ああ、太ももの裏ですかね、あるいはそのこのこの辺りかな。この辺りをなんか舐めたり噛んだり。ちょっといくつか調べたいんですが、陰部の外側をちょっとテープでペタペタとらしてもらいたいのと、綿棒を入れてなんか産んでないかとか感染がないかとか、その辺ちょっと見たいと思います。お願いします。大変だそう。ごめんね。ペタペタするだけだからね。手六章だよ。ごめんよ。ごめんよ。そうです。ごめんね。大丈夫か。おお。そしたらこれちょっと染色してまたお話ししますんで、ちょっと待合して待っててもらっていいですか。舐めるとするとそこに刺激があるから、これは炎症ですよね、病気だったりします。あとはその仕草だとか精神的なところとかもあるんですけど、これは病気を否定してから考えることなので、でじゃあ舐める炎症があると仮に仮定すると、外側かあるいは中だと思うんですよ。外側染色したの全部その調べたんですけど、特に感染するような菌がいないので、塗り薬あれは別に使わなくていいと思います。ところが中なんですよ。陰部の中、これがそうなんですけども、これが膣の中のその細胞、粘膜の細胞なんです。これはいていいんですけども、ここにこう丸があってもじゃもじゃもじゃっとこうなってるやつ、これは白血球、好中球って言って、菌がいる時にその出てくるやつなんですよ。で通常こんなにいないんですね。なのでこの、今日取らせてもらったもののその結果からは、陰部、膣は感染を起こしているので、可能性の膣炎ということを考えるんですね。なので、これがまずその異常なところとしてあったので、まずはやっぱこっちの治療をしてあげるのがいいと思います。2種類薬をお出しさせてもらおうと思います。1日2回の薬を出します。1週間後にちょっとチェックさせてください。わあ、大きくなったね。覚えてる？入ってこられた瞬間、妙に反応してたので。あ、怖いですか？もしかしたらあの背中はって思ったのかもしれない。お。シシュちゃんの好きなふりかけと混ぜようかな。うん、そうしよう。スタンバっとる。あ、師匠、お薬飲もうね。ね、治るといいね、これで。はい、師匠、飲めよう。はい。どうだい、師匠。ご飯食べてる、ガツガツいってる多分気づいてなさそうこの感じだとすごい勢いで完食。ああ、美味しかった。水も飲んで。忙しいね、シュシュちゃん、忙しいね。綺麗になった。治るといいね、師匠。まだ舐めるの